What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい、今回はですね。はい、こちらですね。溺れてしまいました。はい、今回は、もう、顎ここ乗せようか。今回はですね。ダメだ、シュールすぎる。はい、今回はですね、前回、アメリカに行って、買ってきたおやつですね。などを、ちょっとかき集めて、一人でハロウィンパーティーでもしようじゃないかと思います。それでは早速食べていこうと思います。ナイス。ダメだ、ちょっと顔が映んねえからしばらく正座でいきます。はい、しかも今回はですね、カップまでちょっとハロウィン仕様にしてみました。まあ画面上には多分あんま映んないと思うんですけどね。まあ結構ね、バルクサイズのものが多いので、それらに関しては全部食べるっていうよりかは、ちょっと半分とか3分の1にとか、なんかそんな感じで、ちょっとまあうまい具合調整して一通り食べれるようにはしていこうと思います。それでは早速いただきます。まあ、何から食べようっていう話なんですけどね。まずチーズアイスから食べていきましょうか。はい、ではまずこのトゥイックス食べていこうと思います。アメリカってこういうなんかチョコバーみたいなすんごい多いんですよね。なのでもうチョコバーで結構溢れ返っちゃってるかもしれないです。前の方は見た目がこんな感じですね。まあチョコバーみたいな、てっきり1本だと思ったら小さいのがね、こうなんか4つ入ってるっていうような感じみたいですね。よし、ではいただきます。うん、めちゃくちゃ美味しいです。なんかキットカットの上位互換みたいな感じで、キットカットのさらにその上にキャラメルコーティングして、でさらに追いチョコレートしてるような味しますね。でキャラメルもすごいなんかこう噛み応えっていうんですかね、ねっとりしてる感じなんですけど、このすっごい歯にくっつくっていうわけでもないですね。残りの2つも食べていきます。見た目がね、なんか魔女の指みたいなんで、ちょっとハロウィン向けですね、これね。いいですね。では最後、いただきます。あれですね、ごめんなさい、結構食べ続けると普通に歯にくっつきましたわ。続いてこのピーナッツバタークランチ食べていこうと思います。見た目がこんな感じで、なんかポン菓子を固めたような感じに上にチョコソースつけてる感じですね。で結構パリッとしてるっていうよりかは、なんかなんて言うんでしょう、しっとりしてるような感じしますね、今折ってみた感じ。いただきます。もうね、自分ねこういうのほんと大好き。ピーナッツバターの香りと味がすっごいですね。残りの半分も食べていきます。昔ね、これのなんか大食いとかもやりましたよね。懐かしいな。まだ見てない人はぜひ見てみてください。多分確か全部英語でやってたと思いますけど、続きましてライスクリーピートリーツのダンクトっていうやつですね。チョコラテリーっていうことですね。結構チョコレートがかかってるんじゃないでしょうか。あ、もうチョコレートの香りがもうこの時点で、あ、段違いですね。もう見た目がこんな感じで、もうレンガみたいですね。めちゃくちゃごついです。半分にやってみますね。半分と見せかけて、なんか4分の1とかにちょっとしてみました。もうチョコレートがもう全体的にかかってて、わあすごい。じゃあいただきます。うん、これはもうチョコレートの暴力が凄まじいです。ただこのバー系のお菓子っていうんですかね、難点がすんごい噛み応えあるので顎疲れますね。ちなみにこの辺の前のバーとかは確か空港とかガソスタとかで買ったのかな。スーパーだと逆にこういう大きいサイズしか売ってないんですよね。残りの半分も食べていこうと思います。ちょっとね、今のところ全部噛み応えのいいものばかりだったので、ちょっとソフトなものを食べていきましょうか。
きまして、こちらのスタッフパフスっていうやつですね。これのビッグバイトでシナモントーストクランチとのコラボ商品になります。これジップ式になってて嬉しいですね。とりあえず今4つだけ出してみました。こんな感じでですね、もうシナモントーストクランチパウダーがふんだんにもうまとわりついてる感じですね。シナモントーストクランチ何でも大好きなんですよ。いただきます。これはめちゃくちゃ美味しい。中にね、なんか入ってるんですよ。今ちょっと半分に割ったんですけど、こんな感じで中にもうシナモントーストクランチのなんかフィリングがギュッて詰まってて、これがね、なんかしっかりと噛み応えじゃないですけど食感みたいなの作り出してて、柔らかいだけじゃなくて、これめちゃくちゃ美味しいです。残りの2つも食べちゃいますね。今のところこれ一番美味しいかもしれない。出していただきます。あ、まだちょっと入ってるんですけど、あのジップでちゃんと止められるので、これあのなんか気が向いたら食べます。それこそ残り物消化会でまたいつか出てくるかもしれないです。アンデスチョコレートのクリームミント食べていこうと思います。まあ、これ一袋はさすがにちょっと食べれないんで、ちょっと2つ3つぐらい食べてみようと思います。うわ、香りがね、すっごいミントだ。はい、見た目がですね、こんな感じになりますね。ちょっと溶けちゃって申し訳ないんですけど、あの食べていこうと思います。今まで食べたチョコミントで一番美味しいかもしれない。これね、視聴者さんにアメリカ行ってる間にちょっと Q&A で聞いたんですよね。なんかおすすめとか、こんなの食べてほしいみたいなのありますかって。で、その中の一人がこれ美味しいですよって言ってくださったやつで、ありがとうございます。これめちゃくちゃ美味しいです。では3つ目いただきます。ちなみになんですけど、こちらなんかこの間ね、イオンの中のカルディじゃないんですけど、なんか海外のお菓子とか売ってるようなお店っていうんですかね、になんか普通に置いてありました。なのでこれ、あの全然日本でも入手可能だと思います。では次またバー系行きましょうか。ちょっと発音合ってるかわかんないんですけど、トブレロンですね。これがスイスのチョコレートになるんですかね。まあアメリカで買ったんで、まあアメリカのお菓子ということで食べていこうと思います。もうこういう感じでシルバーのフィルムに入ってる感じですね。こんな感じのなんか面白い形してますね。山みたいな感じですね。で、多分ね、こうやって簡単に割れるんで、シェアも簡単にできるっていう感じですね。いただきます。これ食べ方難しいな、これ。うん、この下の土台のところにちょっとナッツみたいなのもアーモンドか入ってて、カリカリしててすごい美味しいですね。これただ今みたいに食べると上顎に普通にザクって刺さるんで、なんか魚の気持ちがちょっとわかります。釣られたらうんってなっちゃう感じですね。うん、多分ね、もう一個ずつこれ割ってった方がいいんだと思います。よく言えばそのまま食べたいんですけどね。下こういくか。いただきます。うん、最適解を見つけました。ちなみにこれも結構大きく見えるんですけど、空港で見たやつでめちゃくちゃでかくて、なんかもうこんくらいのやつとかありましたね。で、太さもなんかこんだけみたいな。それ買おうかなって最初思ったんですけど、なんかもうそれだけで動画1本できそうだったんで、別の機会にしようって思いました。ちょっと口の中、ちょっとさっきからチョコレートばっかなんで、だんだんなんかチョコレートの突っかかる感がきつくなってきますね、これね。ここでちょっとしょっぱめでいきましょうか。ファニオンズですね、食べていこうと思います。これもまた結構めちゃくちゃでかいバッグなので、ちょっと食べてみようと思います。なんかね、オニオンリングみたいな香りします。はい、とりあえずこんだけですね、取ってみました。もう見た目もなんかオニオンリングっぽい感じですね。ではいただきます。これ決まっちゃうな。もうめっちゃサックサクのポテチじゃないな。味付けもこれなんだろう。あ、実際にオニオンフレーバーのあれなんですね、リングで、でちょっとなんかシトラス系のフレーバーも入ってるっていうような感じみたいですね。ただこのクリスピーな食感
感が段違いですね。びっくりしました今。でちなみにこれもあの視聴者さんからのおすすめの、お菓子でしたね。はい、足しびれてきました。ちなみにこのファニオンズもそのさっき話したイオンの中にある外国のお菓子とか外国の食料品っていうんですか、扱っているお店の中でも見ましたね。なので全然日本で食べられます。あのさすがに食べ続けてたらちょっと塩辛かったです。でもめちゃくちゃ美味しかったですね。続いてこちらのリーセスパフ食べていこうと思います。これのねシリアルとかは昔動画で食べたことはあるかな確か。まあこれもちょっと大袋だったのでとりあえずあの全部で4つですからちょっと食べていこうと思います。はい、もう見た目がこんな感じでですね、もうピーナッツバターの香りがすごいんですよ。ではいただきます。もうこのめちゃくちゃに甘いこの感じ懐かしいですね。これちょっと半分に割れるかな。なんかこんな感じでですね、なんかピーナッツバターっていうよりかはなんて言うんでしょうね、ピーナッツバターキャラメルとかが結構近しいかなっていう感じします。うん、これはなんかプラザで見たことあるようなないようなっていう感じですね。ちょっとチェックしてみてください。じゃあこの残りの2つも食べちゃいますね。今の2つ同時食べはあんまりおすすめしないです。めちゃくちゃ贅沢なことしてるなって感じるんですけど、水分めっさ持ってかれましたリーセスパフのヌトラジアスですね。ミルクチョコレートピーナッツピーナッツバター and キャラメルということで、まあ本当に今のやつをバータイプにした感じなんじゃないかなっていうふうに思います。ごめんなさい、もうちょっと綺麗に開けられればよかったんですけど、こんな感じで上にキャラメルソースがかかってるような感じでした。ではいただきます。うん、あのね全然違うとまではいかないんですけど、本当のちゃんとピーナッツが中に入ってるのでなんか食感がよりなんか忠実に商品名に書いてある通りの味になったっていう感じですね。うん、よりなんかね本物志向みたいな感じです。じゃあ続いてこちらのバー行きましょうか。ペイデイですね。こちらはピーナッツキャラメルバーになるようですね。あの見た目がすごいです。ちょっと集合体恐怖症の人はこれちょっと気をつけてください。ここからはい、あのこんな感じで、あの思った以上にピーナッツキャラメルバーでしたね。自分別に集合体恐怖症じゃないですけど、でもすごいインパクトですね。いただきます。甘いは甘いんですけど、なんか割と控えめです。割とさっきのに比べると結構控えめで、まあもう見た目の通りなんですけど、ピーナッツの香りとか味がすっごいグワッてきますね。ただ歯ごたえがすごくて、これも顎持ってかれますね。顎疲れる。最後いただきます。じゃあ続きましてポップタルトのフロスティブラウンシュガーシナモン食べていこうと思います。あのこれもまああのさっきと一緒で結構でかいサイズなんで、まあ、何枚か食べてみようと思います。ちょっと割れちゃってるんですけど、見た目がこんな感じですね。これね温めも推奨してるんで、1枚このままもう一つはちょっと温めて食べてみようと思います。まずは1枚目そのままいただきます。本当にあの黒糖の効いたシナモンがすごいあの口の中に広がる感じで美味しいですね。めちゃくちゃなんかあれですね、パサパサしてるんで口の中の水分はめちゃくちゃ持って帰ります。
日本だとこれ何に近いんだろうな。なんかクッキーともち、まソフトクッキーみたいな感じになるのかな。うん。じゃあ最後いただきます。うん、はい、ではこちらはちょっと温めてみましたので食べてみようと思います。あ、温めよう。これは温めた方が100倍くらい美味しい。100倍は言い過ぎかもしれないけど、最適解見つけちゃいました。これは今もうなんか出来たてのクッキーを食べてるような感じです。ポップタートっていうのもすんごい種類あるんですよ。めちゃくちゃあっても10はくだらないと思うんですけど、その中でどの味がいいんだろうなって思ってたら、視聴者さんからこの味がまあ無難に一番美味しいですよっていうのが来たのでこれにしました。なのでありがとうございました。続きましてこちら食べていこうと思います。こちらがねアソートメントになっちゃうんですけど、あのアメリカにお仕事でちょっと行ってた時にお友達からいただきまして、中東のなんかバクラワっていうお菓子かなのアソートメントになるようです。お、中がですねこんな感じでいろいろ入ってますね。すごい。これはちょっと全部食べていこうと思います。まず一つ目にちょっと取ったのがカシューフィンガーっていうやつになります。まあカシューのあのこうつまんで食べれるようなお菓子っていう名前のやれですかね、由来ですかね。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。なんか春巻きの皮に練乳かけたみたいな感じの味っていうんですかね、あんま美味しく聞こえないな。でもなんかそんな感じの味します。美味しいです。うん。では続いてこっちにあったピスタチオバーズネストっていうやつを食べていこうと思います。結構中東のお菓子とかはなんていうでしょう、ナッツとかを使ったお菓子が多いんですかね。いただきます。あ、これもまた全然違った甘さですね。この周りのやつね、なんか日本のお菓子でもあった気がするんですよね。ちょっと思い出せないんですけど、こっちはナッツの甘みがすごい凝縮されているような美味しさで、すっごい美味しいです。では続いてピスタチオバロリアっていうものになりますね。これもピスタチオが結構使われているようなお菓子ですかね。で、上の層がですね、さっき食べたバードネストっていうやつと似たような感じですね。いただきます。うん、あのね、どれもこれもしっかり甘いんですけど、さっきまで食べてたアメリカのお菓子みたいな暴力的な甘さじゃないので、すごい上品な甘さです。なんか紅茶菓子みたいな感じで出すとすごい喜ばれると思います。続きましてこちらですね、ちょっとね読み方わかんないんですけど、カシューコールウィズスコールみたいな感じですね。カシューが入ってるのは分かりました。いただきます。どれもこれもほんとすごい上品な甘さで美味しいです。で、一つたりとも同じ甘さじゃない、違う甘さですね。やっぱりね、ナッツがすごい決め手になってますね。食感を出してるのもそうなんですけど、それでなんか甘さの差を出してるっていう感じします。うん。続いて食べていくのがピスタチオブルマっていう名前のお菓子だそうです。ブルマなんかバルマなのかわからないですけど、ピスタチオがまだこれすごいですね。いただきます。これね、日本人絶対好きな甘さの感じだと思います。日本でなんか専門店とかやったらこれめちゃくちゃ売れそうだな。なんかこれは逆にそんなに甘くないかもしれないです。ただ本当にこのカシューの甘さとか旨味がすっごい口の中広がりますね。
じゃあ最後に食べていくのがこちらピスタチオバクラバっていうお菓子になります。多分ネットでバクラバって検索したら出てくると思います。いただきます。うん、こちらは最後に食べたのと甘さの系統は似てるんですけど、なんかその中東方面のなんか香辛料みたいなスパイスがすごい効いてますね。シナモンとはまた違った感じのスパイスです。これ結構なんか国特有の甘さっていうんですかね、国特有の美味しさがすごい感じることができます。うん、じゃあ続いてこのシナモントーストクランチのソフトベイククッキー食べていこうと思います。とりあえず6枚出しました。これも温め推奨してるんですよ。なので3つはちょっと温めて、残りの3つは普通に食べようと思います。はい、見た目がこんな感じですね。まずはこのままいただきます。ごめんなさいって感じ。何この美味しさ。いろいろお菓子とか今食べてきましたけど、海外行ったら絶対このシナモントーストクランチ系のあのお菓子とかそのシリアル自体は絶対に買ってほしいです。僕がなんでこんなに好きなのかっていうのが理解できると思います。では最後の一つですね。あと3つは今温めてるんでいただきます。はい、でこちらの3つが今温めてきたやつになりますね。もうねめっちゃ柔らかくなりました。多分すっごい熱いですけど、いただきます。ごめんなさい、この時点でもう熱かった。危ない危ない、ああ別のとこ行っちゃうとこだった。え、嘘でしょ。温めるだけでこんなに変わるんですか。さっき3つそのまま食べたこと後悔してます。え、やっぱあったかいクッキーってめちゃくちゃ美味しいですね。あっちゃ、シナモンとかその中の具材っていうんですかね、材料の香りとか旨味とかが違うレベルに昇華されますね、これね。ダメだってこれ、ダメだってこれ、めちゃくちゃ美味しいな。じゃあ残りはこのオレオ2種類ですね、ちょっと食べていこうと思います。ではまずこちらの、オレオのブーっていうやつになりますね。はい、ちょっと今袋からとりあえず5つ出しました。中身がねもうオレンジなんですよ。オレンジで、でしかもこれ見えたら嬉しいなって感じなんですけど、これ見えるかな、ねすごいお化けのデザインがされてるんですよね。一個一個違うのかな。あ、一個一個違いますね。で、こっちがカボチャみたいな。で、こっちがクモの巣ですね。で、こっちが魔女っていうような感じです。もうさ、日本もさ、これくらいやろうぜ。まあ、ハロウィン自体ね、そんなに日本にこう根強いものじゃないから理解はできるんですけど、なんか渋谷でウェーイってやるよりはさ、なんかもうちょっとここ力入れようって思いますよね。で、ちなみに味は普通のオレオと一緒らしいです。本当かなということで、ちょっといただきます。本当でした。これもね、あと4つ食べていこうと思います。でも皆さんはなんか、ハロウィンパーティーみたいなのやったりするんですか？間違っても渋谷とか行かないようにしてくださいね。自分のハロウィンの思い出は、アメリカ住んでた時にハロウィンパーティーって言って、友達の家で仮装して、ハロウィンパーティー参加したんですけど、何の仮装したかっていうと、日本のオタクの仮装して参加したら、なんか9割8分の人が分かってくれませんでした。結構寂しかったです。多分なんか普通に外国の人から見たらあれだったんだろうなって思います。普通になんか普通のおしゃれしてきたんかみたいな感じで思われたんじゃないかなって思います。ちなみに翌年はね、なんかセキュリティみたいな感じのこうやって SP 風な仮装しました。最後こちら食べていきましょう。オレオのスーパーマリオになります。これはもうね普通のオレオなんですけど、裏にこんな感じでマリオのキャラクターですね、これが
あのワンアップキノコとかそういう大きくなるキノコですかね。これが無敵スターですかね。でゲッソウ、ルイージ、ファイヤーフラワーって名前でしたっけ。これもまあ普通のオレオなんで食べていこうと思います。いただきます。うん。で基本的になんかこういう今回も、まあ、ある意味でリクエストに近しいものだったと思うんですけど、なんかアメリカのどんなものなんか食べてるとこ見たいですかみたいな、そういうのって結構インスタで質問的なこう集めることが多いので、ぜひあのそっちの方のフォローもお願いします。すっごい今更なんですけど、このシャツ可愛くないですか。あのこの間10年ぶりくらいにディズニー行ったんですけど、もう現地調達したやつで、これちょっとすごい、まあ、ハロウィンっぽいかどうかって言われたら微妙なんですけど、まあなんか鮮やかでいいかなと思って今回着てみました。でもやっぱ俺美味しいわ。では最後このキノコちゃんですね、いただきます。ごちそうさまでした。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。個人的ランキングはね、あのぶっちゃけもうあのシナモントーストクランチ系がやっぱり一番美味しくて、マシュマロとかのソフトベーククッキーとかがやっぱりすごい美味しいなっていう風に思って、チョコレートバー系で言ったらあのリーセスパフのピーナッツバターキャラメルのやつがあの一番美味しかったなっていう風に思います。で、またね、あの、友人からもらった中東のお菓子。あれも、まあ、アメリカのお菓子ではないんですけど、今まで食べたことのないような美味しさで、日本人好みの味付けっていうんですかね。で、皆さん、絶対美味しいっていうふうに思われると思います。はい。まあ、一人でハロウィンパーティーぶちかましたっていうことでね、めちゃくちゃ楽しい企画でした。なんか一人で楽しんじゃって申し訳ない。はい。では皆さんもね、良いハロウィンを過ごせればと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you very much for watching this video. And I will catch you on the next one. Peace out.